はい、ということで9月16日からの、来週からのアイコリックが確定して、マンチェスターユナイテッド、そしてアーセナルというふうに確定したみたいです。これは公式発表もされてますし、あとはゲームサイトなどの記事にもなっているものなので、確定と見ていいと思います。はい、で他の選手でいうと、まずマンチェスターユナイテッドはベッカムとロブソン、そしてアービンという、今 PS4 で来ている、マンチェスターユナイテッドの3選手、そしてアーセナルの方はかなり激アツな、最初の方に来たかなり激アツな3人、キャンベル、ビエラ、ジウベルト・ジューバということで、なかなか熱いメンバーとなりましたね。はい、ということで、コインね、余裕ないという方は今週のバイエルン・ミラン引くのか、それとも来週のユナイテッド・アーセナル引くのか、その辺も悩んでみてください。これはモバイルだけですね。 PS4 はすでに左3つはね、来てると思うんで、引き継ぎないですけど、引く方はぜひ引いてください。アプリの方はね、引き継ぎ確定してるんで、じゃんじゃん引けると思います。はい、ということで、予想動画をね、撮るか撮らないか、ちょっと揺れておりましたが、撮る必要がなくなってしまいました。以上です。さようなら。